皆さんこんにちは。日本デザインセンターの原健也です。今日は日本デザインセンターの近未来の活動について皆さんにお話ししたいと思います。皆さんは就職活動をされているわけですから、社会や世界の動きに注目されていると思います。まさに皆さんがお感じの通り、社会は世界は大きな変革期に差し掛かっているわけですね。本当にコンピューターやインターネットが世界を大きく変えました。で、僕らの仕事の形もですね、この技術の変革によって大変大きく変貌しました。そこにさらに AI が登場して、サービスの形やサービスの精度が変わっていこうとしています。そして皆さんがよくご存知の通り、新たな問題として環境の問題が浮上してきているわけですね。環境問題というのは昨日今日起こっている話ではなくて、ずっと昔からあるわけですけれども、これがここに来て大きな問題、焦点が当たっている理由はいくつかあると思うんですけども、まずは本当にこう地球が持たなくなってきた、CO2 の排出の問題、温暖化の問題、そして食料の問題、水の問題、いろんな問題がありますね。で、ここ10年このまま行ってしまうと、本当にこう地球が持たなくなってしまうということが報告されていて、SDGs というふうな言葉が世の中に登場していました。一方でこれはその掛け声だけではなくて、未来を生きていく若い人たちが自分たちの切実な問題として、これを捉え始めて声を上げ始めているということも大きな要因だと思いますね。コンピューターが変え、 AI が変え、情報が社会を変え、そして環境問題が世の中の在り方を変えようとしているわけですけれども、こういうふうな荒波の中にあらゆる産業や会社があるわけで、デザインセンターも例外ではありません。しかしながら、こういう環境を僕らはむしろポジティブに捉えていきたいと思っています。デザインセンターの商品というのはデザインでありクリエーションなんですね。デザインとは何かというと、本質を見極め可視化するということです。何が物事の一番重要なものかということをちゃんと見定めて、それをこう分かりやすい形で目に見える形にして世の中に提示していく、あるいは社会に対して何らかの貢献しようという会社や企業があった場合には、そのメッセージを非常にクリアな形に分かりやすく提示して社会の中に還流させていく、そういうことがデザインセンターの役割だというふうに考えているんですね。ですから15秒とか30秒、昔テレビコマーシャルが全盛だった時代は、そういう時間がですね、不動産の対象のように切り売りされてきたわけですけれども、そういうことではなくて、メディア売買ではなくてクリエーションが我々の会社の商品なんですね。ですから今本当にその情報社会が社会を揺るがし、そしてコロナ禍の状況で世界は大きな不安を抱えているわけですけれども、デザインセンターという会社は比較的安定的に仕事をしています。それは問題や課題を仕事に切り替えていく、デザインクリエーションをやっている会社だからです。で、私の後ろにはですね、ちょうどビジュアライズ60というタイトルで開催されている展覧会の空間が広がっています。日本デザインセンターは60周年を迎えます。非常に歴史のある会社ですね。日本の経済の創創期から広告やデザインで経済を支えてきた日本デザインセンターですから、先輩方の仕事というのは大変素晴らしい実績だったというふうに考えています。しかしながら60年経つということは、役割が一巡するということで、かつての仕事にあぐらをかいているわけにはいかないんですね。ですからこのビジュアライズ60という展覧会は、
我々のやってきたクライアントワークではなくて、むしろ未来の仕事の種、あるいは未来の仕事の芽になる部分をお見せしているわけです。これはロングテールっていう言葉がありますね。非常にこういくつかのこうメインの仕事は本当にこうごく限られた仕事なんですけれども、長い尾っぽのような部分、つまりそんなにたくさんお金は稼がないかもしれないし、世の中に本当に役立つかどうかわからないけれども、いろんな領域に乗り出してみることで新しい仕事の可能性を求めてみるっていう、そういう仕事があります。むしろそういう仕事をたくさん集めて、社内でもそれをよく吟味し、世の中にもそれを発信してみたいということで企画された展覧会です。この展覧会には扉絵というものが使われておりまして、我々がどんなポイントを見定めて何を本質として考えてこの仕事をやったかということを非常に分かりやすくビジュアライズするグラフィックスです。こういうものも60用意しながら、我々がどんなポイントを新しいデザインの可能性だと考えて仕事をしてきたかということを見ていただく展覧会になっているわけですね。科学の領域でも基礎研究というふうなものがあります。これはすぐ実践的に活用できる技術ではないけれども、まさに新しい可能性を温めて育んでいくための地道な活動、これが基礎研究ですね。日本デザインセンターで転換されているビジュアライズ60で示されたものは、僕らの会社のいわゆる基礎研究にあたる部分だというふうに思っています。ですから皆さんをお迎えするタイミングでこのような展覧会ができているということを私たちは大変嬉しく思っています。ですから日本デザインセンターに興味がある方々はぜひ銀座4丁目の日本デザインセンターにお運びいただいて、13階にあるポリローグという展示会場で展開されている展覧会をご覧いただきたいと思います。まさにデザインをする、あるいは会社を経営していくということは、未来を切り開いていく、未来を耕していくということなんですね。ですからこの会社に入るとどんなふうな待遇が得られるかということよりも、自分たちが新しいクリエイターとしてどんな新しいフィールドを開いていくか、そこにぜひとも興味を持っていただきたいと思います。そういう意味でぜひこの展覧会をご覧ください。で、僕もクリエイターとしてはまだまだ新しいスタートラインに立っているような、つまり自分の経験がですね、常に新しい仕事を生み出していくと考えているので、僕も30数年のデザイナーとしての経験がありますけれども、それを糧にして全く新しいスタートラインに立って新しいフィールドの仕事をこれからもしていこうと思っておりますけれども、ぜひとも一緒にですね、デザインを携えて、あるいはクリエーションを携えて世の中に挑んでいきたいと考えていますので、そういうことに興味がある方はぜひともデザインセンターの門を叩いてみてください。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。新卒17年目のデザイナーの色部義明です。普段は色部デザイン研究所というチームを率いて仕事をしています。ただいま開催中の展覧会ビジュアライズ60の企画から会場構成まで全体のディレクションを担当しています。タイトルになったビジュアライズは、物やことの本質を可視化していく、我々の仕事を端的に表すような言葉です。60という数字は創立60周年の60から来ています。時計の針が1回転する、60秒の60であったということは偶然のことなんですけれども、デザインセンターがこの新しい周回を迎えるというタイミングというふうに捉えて展覧会をスタートしました。近年では創立当初から制作されてきた、従来の紙メディアのプロジェクトだけではなくて、環境、空間、ウェブ、映像、編集、プロダクト、UX、インタラクションなど新たな領域と向き合いながら仕事をしています。
展覧会場では扉絵と簡単な言葉によって見る人を60のビジュアライズの資材へと導いていくような構成になっています。中には分かりやすい扉絵もありますけれども、多少難解な扉絵もあります。それぞれのビジュアライズのポイントを読み解いていくことも、この展覧会の楽しみとして注目してもらえれば幸いです。もう一つ注目してもらいたいのが構想形と呼ばれる4つのプロジェクトです。これはデザインセンターの社員数名からの発案に始まって、プロトタイプの制作を経て実際に展示をされています。受注から仕事を作るだけではなくて、個人の着想から仕事を作る、そのようなチャレンジをデザインセンターは推奨しています。最後に会場は日本デザインセンターです。最上階である13階のスペースを前面に使いまして、前期と後期で30ずつのプロジェクトに分けて展示構成をしています。ポリローグというフレキシブルなスペースやライブラリーを活用して、会場の一部をオープンにして開催しています。この機会にぜひ普段の会社もデザインセンターも覗き見してみてください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、デザイナー試験員の藤原です。今日はデザイナーに求める人物像、また選考についてお話しします。2022年度の新卒・既卒採用でデザイナーに求める人物像を私たちはこのように考えています。領域は問いません。可能性を求めます。今世の中の変化とともにデザイナーの在り方も変化し、拡張と多様化を続けています。そうした時代に日本デザインセンターは領域を問わないデザイナーを求めます。私たちと一緒にデザインでこれからを新しくしていける柔らかい頭脳と創造性、そして可能性を持ち合わせた方をお待ちしています。これからのデザイナーに必要な力とは何でしょう。ある人は本質を見抜く力だと言います。ある人は造形力だと言います。またある人は発想力だと言い、別のある人は検索力だと言います。これからは発信力だ、センスだという人もいるでしょう。もしくは強い運を持っていることが大事だという人もいるかもしれません。いや、そのすべてが必要なのだという人も当然いて、反対に誰にも負けないものが一つあればいいという人もいます。その答えは一つではありません。日本デザインセンターにはいろいろな才能が必要だと思っております。完璧でなくてもいいです。領域も問いません。あなたの中の光る才能を見せてください。デザインの力で世の中をもっと良くしたい、デザインの可能性を信じる仲間が欲しいと思っています。日本デザインセンターにはデザイナーだけで約100名ほどが在籍し、エディター、プランナー、ライター、フォトグラファー、 CG クリエイター、ウェブ映像のクリエイターなど、さまざまなジャンルのプロフェッショナルが所属します。世界でも有数規模のデザインカンパニーといえます。今ここで展示されているビジュアライズ60をぜひ見てください。グラフィックをはじめ、パッケージデザイン、ウェブ、動画、プロダクト、空間、まだ世の中にない事業構想に至るまで、その領域はとても広いです。日本だけではなく、北京支社のある中国をはじめ、海外案件や海外のデザインカンパニーと協業するというケースも増えています。またこの会場は普段ポリローグという多目的なスペースやライブラリーとして使われています。ここでは様々なジャンルの有識者やクリエイターを迎えての講演会やセミナー、社内のワークショップが頻繁に行われますし、広告賞や海外のデザイン賞への出品支援もあります。ここは新しいことに挑戦し、あなたの才能の種を育める土壌はしっかりとある会社で、これからもクリエイターたちの多様性の器になれると信じています。創業以来60年、名だたるデザイナーの先輩たちが残してくれた会社の風土なのかもしれません。次に選考についてお話しします。試験はポートフォリオや課題の提出を含めて3から4回の面接を行う予定です。ここで見せていただくのは、本質を見極め、可視化する、ビジュアライズするための過程で必要な力があるかどうかを審査させていただきます。
皆さんにお願いしたいのは、そこであなたの光る才能をどうか私たちに伝えるということをしてください。大きな声であることも流暢な説明も魅力的ですが、必ずしもそれだけではありません。あなたの方法で伝わるように工夫してください。皆さんを審査させていただく試験委員は全員現場で活躍しているデザイナーです。私たちはそれを見逃さないように、皆さん一人一人の人柄や才能と真摯に向き合いながら選考を重ねたいと思っています。採用試験ではいつも皆さんを試しているようで、実は私たちが試されている思いです。 NDC の未来を一緒に作っていける仲間を一人でも多く迎え入れたいと思っています。このビジュアライズ60の展示以外にもたくさんある仕事や、最近入社したデザイナーが普段どんな仕事をしているかなど弊社の採用サイトで公開いたします。また採用サイトでは随時質問を受け付けています。どんなに小さな質問でも構いませんので、 NDC での仕事や試験のことなど疑問に思ったことは気軽に質問フォームに投稿してください。皆さんのご応募をお待ちしております。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、クリエイティブディレクターの秋山です。ここで私から皆様にお伝えしたいことは大きく3つあります。1つ目はエディター・プランナー・ライターという職種がどういった職種なのかについて、2つ目はエディター・プランナー・ライターにどのような人を求めているかについて、そして3つ目がエディター・プランナー・ライターをどのように選考させていただくかについてです。まず1つ目、エディター・プランナー・ライターがどういった職種なのかについてですが、実は以前はコピーライターという職種で弊社も新卒採用を行っていました。しかし近年、編集や企画立案などの仕事も多く、より正しく仕事の領域を言い当てるために数年前からコピーライターではなくエディター・プランナー・ライターという職種名で募集をするようになりました。直訳するとエディター・プランナー・ライターは編集する人、企画する人、文章を書く人となりますが、文字通りあらゆる媒体のコピーライティングをはじめ、ブランディングのためのストーリー構築や情報の編集、ネーミング、映像やウェブ、展覧会のプランニングなど、その領域は非常に多岐にわたります。例えばここに一つの洋菓子があります。こちらは弊社が担当した仕事になるのですが、この仕事において弊社のエディター・プランナー・ライターがどのように関わったかというと、普通に考えるとこの商品を広告するためにキャッチコピーを1本考えるといったことが思い浮かぶかもしれませんが、弊社のエディター・プランナー・ライターはそうではありません。この商品はメトロ製菓というメーカーさんからの売れるフルーツ菓子ブランドを作ってほしいという依頼から始まった仕事でした。そこで弊社のクリエイターたちはその実現のためにまずブランドコンセプトを提案して、パティシエとともに商品開発にも携わり、商品のネーミングを考えて、パッケージや店頭ディスプレイも企画し、その魅力をユーザーに届けるための広告を作り、ウェブや映像までも制作しました。クライアントのパートナーという立場でまさに編集力、企画力、文章力、全てを駆使した仕事であったといいます。もちろんこの商品のポモロジーというネーミングも弊社のエディター・プランナー・ライターが手掛けたものです。おかげさまでこの商品は非常に好評で、取り扱いのある三越伊勢丹のオンラインショップでは人気商品になっていると伺っています。以上が簡単ではありますがエディター・プランナー・ライターの仕事内容の紹介でした。他にも様々な仕事を弊社のホームページや SNS でも紹介しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。続いて2つ目は、エディター・プランナー・ライターにどのような人を求めているかについてです。エディター・プランナー・ライターに特別な資格は必要ありません。例えば、コピーライター養成講座に通っていたり、大学で編集や広告を学んでいたりといった経験は、必ずしも必要ではありません。また一般大学でも
美術系の大学でも文系でも理系でもどちらでも全く問題ありません。それよりも重要なことは何事も楽しめる力であったり物事を多角的に捉える力であったり新しいものを取り入れる力であったりひいては仕事を自ら生み出せる力を持っている方そういった方との出会いを楽しみにしています。近年ではデザイナー志望の方がエディタープランナーライターの仕事に面白みを感じて途中で鞍替えするというケースもありました。弊社の場合デザイナーとの併願やプロデューサー職との併願も可能ですので少しでも興味を持たれたら臆せずご応募ください。どなたにでも可能性が開かれた職種です。一つの肩書きにとらわれずご自身の能力や可能性をぜひ試していただければと思います。最後に3つ目はエディタープランナーライターをどのように選考させていただくかについてです。選考内容は筆記試験1回と面接を数回予定しています。筆記試験については学力や知識を問うような一般的な試験ではなくクリエイティブテストと呼ばれるものを行います。クリエイティブテストといってもコピーや企画の完成度を求めるものではありません。皆様の発想力の豊かさや誰もが知っているものを新鮮に伝えられる表現力、世界を敏感に感じるアンテナの広さ、さらには言葉と真摯に向き合う姿勢などを見極めさせていただければと思います。数回行う面接についても我々現場のスタッフが面接官として担当します。皆様に秘められたポテンシャルや皆様の人柄を引き出せるような質問とともに和やかな雰囲気を心がけておりますのでぜひ自然体で臨んでいただければと思います。以上3点、簡単ではございましたが私から紹介させていただきました。皆様とお会いできるのをとても楽しみにしています。ありがとうございました。皆さんこんにちは。プロデュース本部の鈴木と申します。今日は日本デザインセンターのプロデューサーについて3つお話ししたいと思います。1つはプロデューサーがどのような仕事をしているかについて、2つ目はどんな方に来てほしいか求める人材について、最後に選考試験について簡単にお話ししたいと思います。まずプロデューサーについてということなんですけれども、端的に言うと仕事のスタートから完了まで責任を持って遂行する人ということかなと思ってます。もう少し分かりやすく言うと、例えば弊社の株主でもありクライアントでもあるトヨタ自動車やアサヒビールをはじめとしたさまざまな業態の企業に対してプロデューサーが対峙をしてさまざまなデザインに関するビジネスを推進していくという役割があります。クライアントの課題に対して最適なチームビルドを行ったり、企画、制作、提案に対して進行管理だったり予算管理だったりを行います。金額交渉や契約締結などの商談もプロデューサーの大切な役割です。実際の業務ではコンペなどに参加する場合もありますし、既存顧客への新規提案や新しいクライアントへのアプローチも行うので、クライアントからの課題を引き出すためのコミュニケーションやそれ以外のいろんな領域に乗り出して新しい仕事の可能性を求めたり、さまざまなことにアンテナを立てて実行していく立場です。つい10年ぐらい前まではデザインのことというとグラフィックデザインのことでしたけれども、ここ10年での急速なスマートフォンの普及などもあり、オンスクリーンメディア上でのウェブやアプリケーションもそうですし、ブランド構築や VI サイン計画、空間デザインやプロダクトデザインといった多種多様な領域がデザインビジネスのフィールドとなっております。中国を中心とした海外の案件もとても増えており、今はコロナ禍で移動そのものが制限されてますが、逆にオンラインで世界中すぐつながれるような状況が加速していて、海外のクライアントへのプレゼンテーションや商談をほぼ毎日オンラインで行うことが当たり前のようになっています。クライアントの業態、プロジェクトの種類、国、進め方とか手法とか、それは様々ですけれども、それらの全てに対して専門性を持って対峙していくというのがプロデューサーの役目になります。
以上を踏まえて2022年度のプロデューサー採用テーマは新たな仕事を生み出すプロデューサーを募集しますとさせていただいております。デジタルの発展やコロナウイルスの蔓延に伴い新しい生活様式や新しい働き方が生まれてきています。デザインの仕事でも言語や国の境がないグローバルでニューノーマルな新たな領域に入り、様々なことを推進していくことが求められます。これからの新しいデザインの仕事を作り出していける仮想力や積極性を持った方との出会いを楽しみにしております。以上が求める人材採用テーマとなります。最後に採用試験についてお話しいたします。プロデューサーの採用試験は筆記試験と面接が中心となります。特に面接には重きを置いておりまして、プロデューサーは社内外のさまざまな人と関わることが多い職種なので、コミュニケーション力がとても大切だと考えております。皆さんがこれまで経験したことや学んできたことを通して人柄だったり熱意だったりをぜひ我々にお伝えいただければと思います。先ほどもお話ししましたが、海外とのビジネスも加速しておりますので、中国語だったり英語だったり言語力がある方はその能力を活かせる環境でもあります。日本デザインセンターに入社したらどんなことがしたいかやどんな未来が描けるかをぜひ考えてみてください。応募お待ちしております。ありがとうございました。皆さんこんにちは。日本デザインセンター人事室の宮坂です。コロナウイルス感染防止のため対面での会社説明会は中止とし、今年から本格的にオンラインで行うことになりました。皆さんにお会いできないのは非常に残念ではありますが、一方これまで遠方の方や様々なご事情があり足を運んでいただけなかった多くの方に日本デザインセンターを知っていただく機会ができたと前向きに捉えております。当社代表取締役社長でありデザイナーの原健也の話に始まり、現在開催している60周年プロジェクトビジュアライズ60の告知、そして各職種において求める人材などお伝えをしてきました。最後に私から2022年度新卒既卒採用における募集要項についてご説明をいたします。募集職種は3職種となります。デザイナー、エディター、プランナー、ライター、そしてプロデューサーの3職種ということになります。試験日が重ならなければ併願いただいても結構です。次に応募資格に参ります。デザイナー、エディター、プランナー、ライターの応募資格とプロデューサーの応募資格が若干異なります。まずデザイナー、エディター、プランナー、ライターについてご説明をいたします。1点目は新規学卒者となります。2022年3月末日までに4年制大学、大学院、短期大学、こちらは3年生、2年生、専門学校も含みます。こちらを卒業する見込みの在学生。2点目は既卒者となります。2020年4月から2021年3月末日までに4年生大学、大学院、短期大学、こちらも3年生、2年生、専門学校を含みます。こちらを卒業した既卒者ということになります。3点目は当社が指定する日時に入社試験を受験できることとなります。以上がデザイナー、エディター、プランナー、ライターの応募資格となります。次にプロデューサーですが、応募資格を4年生大学および大学院に限定をしていますが、その他については同様です。応募方法についてお知らせいたします。デザイナー、エディター、プランナー、ライターはマスナビ2022、マスナビ2022からエントリーシートをダウンロードしていただき、必要事項を記入してください。現在ご覧いただいている宛先に郵送をお願いいたします。郵送先は当社ではなく株式会社マスメディアンとなります。株式会社マスメディアンとなりますので、こちらご注意ください。プロデューサーはマスナビ、マイナビ2022、マスナビ、マイナビ2022からウェブエントリーいただけます。どちらのサイトからでも構いません。
応募締め切りについてお知らせをいたします。デザイナーは4月7日水曜日、エディタープランナーライターは4月9日金曜日、どちらも正午締め切り、筆着厳守ということでお願いをいたします。プロデューサーは4月15日木曜日を締め切りとさせていただきます。一次試験日は5月上旬から中旬を予定しております。詳しくは当社ホームページリクルートサイトで更新をしていきますので、ご覧をいただきますようお願いいたします。採用に関するお問い合わせについてはご覧の画面のお問い合わせ先までお願いをいたします。電話でもメールでも結構です。以上で今回の説明会は終了となります。コロナウイルスの影響で外出ができない、友人と会えないなど、これまでとは少し違う窮屈さを感じている方もいるかもしれません。しかしこんな時だからこそ、自分にとって何が本当に大切なのか深く考え、チャンスに変えていける前向きな方、真摯な方と出会いたいと思っています。我々日本デザインセンター一同も現状を大きなビジネスチャンスと捉え、一人一人が真摯に自分の仕事と向き合っています。これからの新しい60年を一緒に作っていきましょう。多くの皆さんからのご応募お待ちしております。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。